水曜中華なびらインタンジャ出番ですよの時間となりました。時の針を11を回りまして、本日は5月の19日火曜日、旧暦のうちなぐいみでは、5月の6日なとびさあお送りしていきますインタンジャ出番ですよ。今日も1時間お付き合いをいただきたいと思います。さあ、ちょっとね、お天気の雲行きが、怪しい感じではありますけども、たった今沖縄気象台11時発表お天気予報ね、紹介しようと思って、はい、そうですね、今日はですね、この後の降水確率は 20% ということでございましてですね、明日もですね降水確率が 50% とちょっと確率が低くなってきてるんですよね。しかも明後日からはまた晴れマークが入ってきてるということでありましてですね、先週のね、週間天気予報では、昨日あたりからずっと1週間雨の予報だったんですけど、ここで変わってきましてですね、ちょっと心配になってくるのはハーディガネが鳴った後、ユッカの日の後ってなってくると、今度はもう梅雨明けということになってくるわけですから、そうなってくるとちょっと雨の方もね、あの台風で少しばかり回復したんですけれどもね、貯水率の方も、ちょっと心配ですね。ちょっと雨がこの後は、ちょっと期待できないという感じがいたします。まあそんなわけでありまして、引き続きまた皆さんのね節水ご協力をねお願いしたいというふうに思っております。明日も、降水確率 50% ということなんですけども、気温の方は、それぞれ31度、32度という形になります。まだまだ、暑い日が続きますのでね、熱中症などにも本当に気をつけながらお過ごしいただきたいと思います。それではインタンジャ出番です。1時間お付き合いください。お相手はなくせんとまるです。いたしくにげさびら。お送りしていきますインタンジャ出番ですよ。今日もゲストを迎えての1時間お付き合いいただきたいと思います。さあ今日はですね、初出演という感じでございますけれどもね、まさに私たち、FM タンがね、まあ、FM タンがってわけじゃないですけど、読谷村が誇れる、これからですね、情報を発信しなければならないということでございましてですね、先日もこう読谷でお伝えしました、読谷見聞録の中に世界遺産ザキミ城跡ユンタンザミュージアムが6月23日にグランドオープンということでねお伝えしたわけなんですけども、実はあの時私がね、皆さんお手元にね、こういう見たんがあると思いますけども、その中で、館長挨拶というふうにね、いや、ひろし先生、ね、もう、ひろし先生って言った方がいいかもしれませんね。私たちもずっとこれで読んでますから、今回、館長としてのね、ご挨拶が載っておりまして、私、代読させていただいたわけなんですが、なんと今日はご本人が来ていただきました。それでは、一言ご挨拶をまずいただきましょう。あ、おはようございます。はい、今日は、中曽根さんから、うん、世界遺産ザキミ城のこのユンタンザミュージアムについて、はい、村民の人に大きく宣伝してくださいと言われまして、うん、はい、今日の出演となってますけれども、はい、これからですね、いろいろと、まあ、中曽根さんが質問するような形に答えていくような感じで、はい、うん、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。本当にもうね、お忙しい中本当にご出演いただいて、もう本当にまさにもう目の前、うん、今週末そうですね、金曜日に、あ、ごめんなさい、土曜日にグランドオープンということでね、そうです、ありまして、金曜日にもう、うん、オープニングセレモニーが開催されるということでございましてね、本当に慌ただしい、時期ではありますけども、時間を縫って今日は来ていただきました。
まずは本当に、まあ、ちょっと早いかもしれませんけど、まあ、間もなくオープンということでおめでとうございます。いやいやはい、もう本当にこれまで私たちもね、心待ちにした本当に、このユンタンザミュージアムなんですけど、名前もまた大胆になりましたね、うん、世界遺産という名前を名称の中に埋め込んだというそうですね、読谷村はこれまで、うん、読谷村立歴史民俗資料館というのと、うん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 、読谷村立美術館というので、はいはいはい、そうでしたね、2つあったんですけども、うんうん、今回その国の一括交付金をもらいまして、はい、うん、その両方を合体させて、まあ、博物館、まあ、ミュージアム、うん、ということになってますので、すごい、ちょっと名前は長いんですけども、世界遺産ザキミ城跡、うん、ユンタンザミュージアム、まあ、私たちはユンタンザミュージアムということで、うん、愛称で、まあ、愛称はね、はい、うん、まあ、そのユンタンザミュージアム、ね、本当にこれまでの発想を本当にこう覆したというか、今おっしゃってた資料館と美術館を一つにしたという形がね、うん、これまでの路線から大きく未来に向けて、変わったっていう感じがするわけなんですけども、本当にこう、ザキミ城跡っていうのがもう大きく着目される位置づけになったなと改めて感じたわけなんですけども、まあ、これまで、まあ資料館美術館として、独自動線でやってきた部分が、まあ、一つになるっていう、このまずそもそもどうして一つにしようっていう発想になったのかっていうことをちょっと僕なんかとしては気になったんですけどね。あ、うん、実はですね、私は、うん、去年、孫の教育長松田平次先生から3月に呼ばれて、美術館、はい、あの時は美術館、あ、まだ歴史民俗資料館、はいはいはい、という2つありましたので、もちろんこっち側は文化振興課の課長が館長を兼ねると、はい、なるほど、そして新たに美術館は美術館長ということで置くということで、うん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 、私は去年前任の横田健一先生の後を継いで、はいはい、美術館長ということだったんですけれども、去年言われたことは、美術館長というのはこの1年間ですよともう名刺作ったんですけれども、これも、来年度からは使いませんよと言われたぐらいに、実は私もとても読谷村素晴らしいなと思ったんですけれども、このユンタンジャミュージアム基本構想というのがありましてですね、去年、はいはいはい、中曽根課長から、うんうんうん、館長ぜひこれを熟読して、うん、なぜ私たちがユンタンジャミュージアムを作るのかみたいな、その基本構想を、はいはいはい、これに網羅してあるので、実はこれ平成23年度になっているんですけども、ちょっと待ってください、はい、今30年ですね、だから7年前に、はい、23年度の3月から、うん、その基本構想というのをこの村長はじめ教育長みんなでですね、部下長たちで話し合いして、将来はこういうふうにしていきたいというふうな、その構想がまさに、まあ皆さんのお手元に届けられないのがちょっと残念ですけども、私これ読んだらですね、読谷村をまず育む、紡ぐ広げるという大きなセッションがみたいなのがあって、育むというのは、うんうん、ユンタンジャらしい自然が生んだ歴史、うん、文化、人の営みを育んでいくと。あ、なるほど。で、紡ぐというのは、これはまあ構想の中であるものを読んでるんですけども、うんうんうん、ユンタンジャらしい、自然が生んだ歴史、文化、人を最初の育むことで形成された拠点を、うんうんうん、地域活動、それから観光施設等との連携強化、そして役割分担により紡いでいくと。そして最後に3番目に広げるというのは、ユンタンジャらしい自然が生んだ歴史、文化、人を育み、うん、紡ぐことで形成した拠点を一体的な、うん、利用により広げていくと。だから読谷村全体をこの
フィールドミュージアムというふうな感じ考え方ですね。なるほどなるほど。これはこれまでは歴史民族資料館というのは、うん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 、あのまあ読谷村の歴史民族の文化的なことをですね、はいはい、発信していく。おそして今度は美術館は美術館として、うんうんうん、読谷村にはいっぱいいろんなのがある、うんそ, うですね、それこそ後で出るかと思いますが、うん、焼き物とか、あはいはいはい、うん、そうですか、花植えですね、花植えとかね、うん確かに、うん、そういうものも全て網羅してそのミュージアムから、うん、その発信していって、うん、みんなが読谷を散策してもらうと。なるほど。いうふうな形で、あもう本当にこう、はい、ミュージアムが読谷村のゲートウェイ、まずここが出発点なんだということなんですね。そうですね。あなるほど。この間の読谷の広報には、うんうんうん、いかんせん写真はあるんですけれども、うんうんうん、先ほど言いました、はい、ありがとうございます。ぜひ参加して足を運んでもらってですね、うん、もう見てもらわないと、うん、私がどんなにも説明しても、うん、説明しきれないものをうちの職員がいっぱい展示してありますので、うんはい、そこから学習して、うん、そして私はそこに学校現場にいるときは、うん、こんなにも資料館が豊富のこの今までの 文化的な資料とか、そういうものがこうあるとは分からずですね、うんなるほどね、その1年間2年間、うんまあ、書物を読みながらですけども、うん、あこれはあの特に僕はあの、まあ、小学校の教員でしたので、うん、小学校の子どもたち中学校生ですね、うんまあ、もちろん村民全てではありますけども、うん、ぜひ 足を運んで、はい1回だけではこの展示物を全部見て読み終わることができません。できない。これはもう確信したことですね。そうです。できませんって言ってますからね。うん、1日ではもう見ることできません、ね。それぐらいも内容豊富で、そうです。そうです。深みのあるミュージアムになってるという。うちの職員がもう今までこう貯めてきたもの、それでこう収集してきたものを全て網羅して展示して、はいはい、そして説明してありますので、その説明文を読むだけでも3日4日はかかるんじゃないかと思うぐらいですから、ぜひ 何回でもこう足を運んでほしいということで、で広報の中に書いてありましたけども、何か今度初めてですけれども、6月の20もちろん6月の23日はグランドオープンですから、村内の人たちは無料で、うん見ることができると。この日は、はい、これは23日ですね。23日の日はね、はいはいはい、そして24日以降には、観覧料をこう支払って、村民のお客さんには年間パスポートというのを差し上げて、そう書かれてました、はい、この年間パスポートを持っていると、1年間、全てこういつでも無料で見学できると。一回支払えば、そう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 、それがなんかパスポートということで、これにはなかったもんですけども、あ、これもいいことだな、何回も足を運んで、あの見てほしいと、なるほど、思っています。ゆえに先生がおっしゃってるように、1日だけでは絶対にもう見切れないよと。そうですね、はい、なるほど。さっき言ったように、もう平成23年から、そうですね、役場の、ね、村長をはじめ中心にして、教育長、さらにみんなで部課長で、いろんな読谷のものを発送するためにはどうすべきかっていうふうに、これアンケートなんかも取ってですね、なるほど、これまで その資料館に来た人とか、はい、美術館を見に来た人とか、そういう観光客からのアンケートとか、そういうものを全て網羅して、こういうことにしようということでありますので、はい、ありがとうございます。いやでも本当に素晴らしいユンタンザミュージアム構想をお話を伺うことができておりますけれども、さらにですね、このユンタンザミュージアムについて今日はね伺っていきたいと思っております。一旦コマーシャル挟みまして、はい、矢先生またよろしくお願いいたします。はい、わかりました。
ておりますユンタンジャ出番ですよ。今日はですね、この、週末、6月の23日グランドオープンということでございましてね、世界遺産ザキミ城跡ユンタンザミュージアム、ユンタンソンの、ね、ミュージアムが堂々オープンということでございまして、今日は、館長であります伊波博先生に来ていただいております。いや先生すごいですね。いや僕が感銘したのは、その平成23年の時にすでにそのユンタンザミュージアム構想っていうのができてたっていう。だから僕もこれには僕は今びっくりしましたね。去年課長から渡されて、ああこんなにもね練って練って、そうですね、基本的な構想というのをね作ってあったんだなと思って。本当ですよね。やっぱりこういうことを知るとですね、このオープンの重みっていうのが感じられますよね。そうですよね。ただ簡単に築都計美術館と資料館魔女なしっていうものではないということですよね。これが僕はね、こういうことを村民の皆さん方に知ってほしいですね。そうですね。やっぱし、このさっき言ったように観光のこう発信もそこからやっていくと、だからこの読谷村の観光協会の皆さんとか、ね、まあ、それこそ今日の FM 読谷も一緒になって、はいはいはい、その発信していってもらいたいなということで、いや、まあ、私の仕事はこれを PR して、これからの構想としては僕は各学校、はい、各学校、回って、先生方に説明して、で校内研修なんかで、見てもらって先生方先に、あこんなのがあるんかと、読谷ので働いている先生方でも足を運ばない運んだことのない人も、だいたいあの小学校の3年生とか関わっている学年の先生方は、そのここまで足を運んで子どもたちを見せたりするけれども、社会見学とかね、そういうもので、6年生とかになったらもうすでにそういうものは終わってるから、終わってるからっていうことで、なかなか足を運んでくれないので、そこにその先生方がこうあの転勤で来られて5、6年生の担任とかなってしまったら、もう読谷村見る機会がないわけですよね。いやいや、みんなが見てないとは言わないんだけども、あの学校現場忙しいから先生方なかなかね、まあ夏休みに私も計画しているのは、要するに各学校の先生方にぜひとも足を運んでもらって、そしてこんなのがあるんだ、そうですよね、多くの資料がそこに眠っているわけですから、ある意味それを生かせるような事業計画を作れたらなおまだね分かりやすくなるし、子どもたち自身も我が村、我が沖縄に誇りを持てるものになってくるであろうと思いますからね。本当に読谷村っていうのはすごいんだっていうことを、まあ子どもたちに分かってもらうためには、まず先生方にもぜひ足を運んでいただきたい。それはでも学校現場に先生もいらっしゃったからこそ、いや館長としてはまずは子どもたちにいち早く知ってもらうには先生方だと、そうですね、いうことですね。この方程式は間違いないと僕も思いますしね。あの、読谷の広報の挨拶文ではもう本当に字数が足りなくて、あーなるほど、私はどこかでこれを発表しようと思って準備してたんですけども、なんかありました、ぜひ今日この場で、例えばですね、近年の博物館については、はい、博物館の果たすべき役割も時代とともに変化しており、博物館としての従来の役割のみにとどまらず、地域活性化の役割を担う拠点として、地域文化、読谷文化すごいですよね、はいはいはい、各あざにこのいろんな踊りとか、ね、いろんなのが伝承されてきてますので、そういう文化で障害学習、社会教育のなこう中核的拠点としての機能や子どもたちに参加体験型、これまで、焼き物作りとか、あの子どもたちを参加させている、はいはいはい、企画もやってますので、もうオープンしたらまたこれも順次あの中で計画して、やっていこうかなと思っておりますので、なるほど、先ほどのようにこの読谷のボランティア活動、例えば私もあの去年参加したんですけども、県内のこの有名な先生方、考古学の先生に講座をお願いして何回かやったんですよ。これ、まあ、これから読谷の文化をこう説明していけるボランティアみたいなのを育成して、なるほどね、
私は館長として参加しましたけども、うんうんうん、特にあの読谷であの民泊をやってる方々の参加が多かったですね、うん、やっぱり、うん、やっぱあの民泊の方々はよく座喜味城市を、ね、見せに行きますので、うんうん、それなりの知識を得たいと、そして勉強する、確かにな、とてもいいことだなと思うんですね、うんうん、いやこれは素晴らしい。いやでもそういうガイド役っていうのは、例えばあの本土 の, あのお城とか訪ねていくと、うんうんうん、あのそのお城のボランティアガイドさんみたいなね、そういう方々がいらっしゃって、うん、こう歴史的なものとか、うん、ちょっとこう本来そのパンフレットに載ってないようなところとかは、実はここから見たらこういう景色でこういう場所が見れるんですよとかね、いろいろこういう細かい情報っていうのね、そうですね、そういうところをこうまたミュージアムの中で、先ほども先生おっしゃってましたけども、そのたくさんたくさんの展示品の中でここはぜひ着目してほしいと、ただ歩いて回るんじゃなくて、そういうものをしっかり教えていただけるね方々がいらっしゃったらいいですね。本来なら職員ももっとたくさんいれば、この館内も案内してこれはこういうもんなんだよと、例えば学級の先生が一人来て40名の子どもにもう説明するの大変だから、一人ボランティアがこの5名ぐらいをこの一気にこっちからじゃなくて反対側からこう回ってくるとかというような形 で, で展示されているものもこれ何使うのかな、例えば昔の道具とか、うん、あなるほど、農具とか、これも、うん、あのたくさん展示されてるわけですよね。展示してるんですよ、うんうん、ですけどあの中曽根さんも分かるかな、クルマンボって分かる、クルマンボ、うちではクルマンボとあの表示してあるんですけども、あ、まあね、こう地域によってクルマンボ、クルマンボ、クルマンボ、うん、でこれをこっち飾ってあるんだけども、うん、あ展示してあるんだけども、うん、これ棒ですか、棒、長い棒、実はですね、これは、うん、僕は分かるんだけども、うん、あの昔この豆とか、はいはい、そういうものをあの乾燥させて、うんうんうん、お家の庭で、うん、こうゴザの上、あ、まあ、ブルーシートの上にこう置いて、この棒で、うん、バンって叩くんですよね、こう叩いて、はい、皮と身をこう外していく、なるほど、今なんかもう機械でバーっとやっちゃうかもしれないけど、はいはいはい、そういう風なもので、ただ下げて展示してあるだけでは分からないし、うん、だからいくつかの展示はあの、うん、例えば、宇佐の海岸 の, あの、うん、昔はあの豚小屋とか、うん、お家の塀とかも、はい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 、ブロックとかあのないので、うん、海の石を切って、はいはいはい、だから今あの石跡ありますよね、そうそうそう、はいはいはい、石切った跡があるでしょ、うん、ありますあります、うん、それも展示してあるけど、そこにはこの人形みたいなので、うんうん、すぐ子どもたちが見てイメージできるように、ああこういうもんなんだって、ここで使った道具がこれなんだよっていう形で、なるほど、ね、なるほど、具体的な使用例を、うん、そう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 、はー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 、だからできればもうこれから、うん、あのそのオープンまでは間に合わないかもしれないけど、うんうんうん、昔のこの資料からこのクルマンボを実際に使っているような写真を横の方にちょっとこう置くと、はい、あの分かるわけですね、うん、確かに、で石臼、うん、で、あのやったことあります、あります、あります、私はありますけど、うん、ある、確かにあれ置かれてるだけが普通の博物館ですよね、そう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 、どんな人使うか分からないもんね、そう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 、あこれはよく分かるな、うん、だからそういうものを実際にね、うん、こうまあ経験することができるようなところを作ってみたり、なるほどなるほど、この間浦添の、うん、歴史に触れる館という、向こうはあの博物館館とは言わず、歴史に触れる館っていうのがこういうあるんだけども、うん、実際にブルーシートの上に石臼を3つ3セット置いてですね、うん、はいはい、実際にそれでこう回してできる体験するところが作ったから、これ非常に小学生から好評ですよと言われましたので、そういうのはね、まあいろいろ職員とこんなことしようかこんなことしようかという形で、あの博物館には常設展示といって、うん、もういつ行っても同じようなものをやる展示されているのもあるし、常設展示ってそういうことか、うん、今度はあの企画室というのが大きいのが、企画展示室っていうのがね、ありますあります、はい、
2階の方にですね、ここに企画展示室というのは第1回目の展示室の上の方にあるんですけども、とっても広い。でそこで例えば今計画しているのは、あの北釜の松田教授さんの焼き物から、なんか前館長からもは僕は話聞いたんですけれども、建物なんかはもう作って時期は、そのいろいろあの自分たちが収集している絵とか絵画とか、こんなものはなかなかまだこのなんていうか空気がいろいろペンキのあれとかあって、なるほど、そういうあの非常にあのデリケートなので、はい、1、2年ぐらいは展示できないとか。あ、そうなんだ。はい、だからそれが馴染んできたら絵画を出して見せるとか。なるほど。ただそれはあのなんか前横田健一先生も、つぼやれ、別にチャーネルさんで素晴らしい、またぐだあの、はい、ありがとうございます、はい、いやこういう裏話も聞けるとはなかなか楽しいものでございます。一旦コマーシャル挟みまして、さらに深く伺っていきます。はい、わかりました。お送りしておりますユンタンジャー出番ですよ。今日は、来る6月の23日グランドオープンいたします、世界遺産ザキミ城跡ユンタンザミュージアムオープンについて伊波館長に来ていただいております。いやー、いろいろなお話を伺えるっていうのも、僕なんかは今日ラジオ聞いてる人は本当に現場に足を運んだ、いわゆるそのミュージアムに足を運んだ時に、この重みっていうのは他の人よりもっとなんか強く感じるものがあるんじゃないかなと改めて思いますね。そうですね、こういうお話を聞いてると、はい、先ほどのね企画展示室もそうなんですけども、いろんな思いがあってね、そういう展示を行われていると。これからもまたそのどんどん入れ替わるんですよね、企画展示室はね。そうです、はい、本当楽しみでございますけども。さあ、その、ユンタンザミュージアム、先ほどご紹介お話をされてましたけど、1階に、展示室があったり、2階に企画展示室があったりということで、フロア的にもかなり広くなっているということなんですよね。そうですね、はい、ちょっとその辺の中身を少し伺っていきたいと思いますが、まずこう建物もね、ザキミ城入り口、お城の入り口に昔からある歴史民俗資料館、はい、その近くになるわけなんですけども、もう行けばもうすぐ分かりますよ ね、駐車場も広くて、はい、入り口から入っていくと、なんかあの写真で私も広報を見た6月号で見たんですけども、入るとなんかこう円形型のなんかおしゃれな、はい、このこっち側から入って、まあ出入口から正面入っていくと、そうです入ってきたら、円形、下の第一展示室は円形になっていて、グスク時代の始まりということで、
もちろんザキミ城主を作った五三丸についてのこの展示から、はいはい、そしてあの戸口の木綿丸の石棺墓ね、はい、あれ、はいはい、出てきたものとか、うん、まあもちろんこれレプリカではあるんですけども、うんうんうん、そういうものを展示してこう回っていって、最後はその基地の村から文化村へということで、廃墟からの復興というふうに書いてありますけども、あ、それぞれテーマごとに、はい、太平洋戦争がこういうものであった、そしてもう戦後の復興を読谷はこういうふうにしてきたという形で、なるほど、はい、一周ぐるっと回っていただいて、うん、でこの円形の第一展示室の向かいの方に講座室というのを、うんうん、設けてありまして、はいはいはい、これは2つに、まあ、分かるのは教室と考えればいいですね。教室が2つここにあって、生徒たちにこの講義、講演とかできるようになってる、はい、そういうのもできるようになって、これ2つの部屋に分けることもできるし、1つの部屋にすることもできる。なるほど、なるほど、はい、で次ここから2階に上がっていきまして、うん、まあ、企画展示室やってる時には、うん、この企画を見てから、うん、事務所の前を廊下通って、うん、常設の私が言うこの写真にもありましたけれども、うん、ありましたね、はい、はいはいはい、読谷村からなんか私もびっくりしましたけれども、読谷村には現在71箇所で、はい、遺跡が見つかっていますと、はあ、僕らはモメンバル遺跡とか、アガリバル遺跡とか、うんうん、よく聞きますね、はいはい、ですけども71箇所も読谷、うん、そしてどこの説明でしたかね、荒崎清範先生が挨拶、うんうんうん、教育長の時に挨拶に、読谷村はどこか掘ったら必ず何か出てくるよというふうなことを書いてあるもんですから、宝の村だな、はい、本当に、うん、で常設展示の方には、うんうん、人間の一生、短歌、生まれた時、あ、そして満さん1歳になった時に、はい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 、わかるかな、前にソロバンとか、やりましたやりました、うん、筆とか、筆とかね、 お金とか置いてね、うん、何を取るかと、そう子供たちね、はい、この赤ん坊が何を取るかによって将来を占うと、沖縄ではこういうのもあったのかっていうのも、これもここに展示して、そしてずっと鹿島山まで、ああ、うん、なるほど、弱い人の、先ほど先生がおっしゃってたそのユンタンザミュージアム構想の中で、うん、いわゆるその、紡ぎという部分、育み、紡ぎ、広げるという中の一つとして、人の一生という生活をしっかりこう伝えていく人の営みを、はいはい、あ、そして大事だな、本物の馬車、わかります、昔特徴の浜から砂をいやいや先生わからない、あ、わからない、うん、僕ら小さい時には、うん、戸口のおじさんたちが戸口の浜からこの砂を積んでくるんですよ、はい、でこれでお家を、セメント、コンクリートを、だからあれは塩分を含んでいるもんだから、そうかそうか、うん、鉄筋が腐食するというのが早くなったんだけど、その、車の後ろに乗って遊ぶわけですよ。そしたらこのこの車がですね、うん、馬の背にこう乗せてあるのが上に上がるわけですよ、うんうんうん、僕らが後ろが重くなって、そう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 、なるほど、そしたらこのおじさんに、うん、あい、やなわらは降りれってそういうこと言われてですね、これも実際に展示されてる、展示してあります、はい、でその後ろには大きな写真で、うん、このおじさんがちゃんと馬をこの引いている、馬車を引いている写真、はいはい、絵とか、はい、そういうのも展示してありますので分かると。で今回まあ先ほどちょっと触れたけど、うん、自然、うんうん、ちょうど読谷は国神のと島尻のこのちょうど中間に、うん、はいはい、ね、うん、あって、その地質、うん、だからここにしか国神にしか見えない、うんうん、分からない植物とかは、うん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 、もう読谷から以南にはないと、というふうなのもあるらしくて、そこら辺のところも今度はちょっと今度はスペースが狭いんですけれども、うん、まあ、そういう読谷で見られる自然とか、うん、そういうのもあるし、うん、それから
今回遺族会の皆さんと話して、ちびちり釜のはい、ちょっとした再現っていうんですかね、あレプリカって、だからこれはもちろん そこで亡くなった方々のね、うんうんうん、この間いろいろ事件等々もありましたけれども、うんうん、遺族会の与那覇さんとかと話しながら、はいはい、こういうもんでどうですかとかいろいろ相談してですね、それを再現して、あそうなんですか、はい、遺構の中を、そうです、お、はい、へー、そしてもう一つ古民家、うん、沖縄の古い、うんうんうん、あれはもう前の歴史民族資料博物館の、うん、資料館の時にありましたけれども、ありましたね、はいはいはい、小さい建物ね、はい、それの向かいにあった、うん、亀甲墓の、ああありました、それを今度逆にこっち側にの場所を変えて、ああ実際にそのこの墓の中に、はい、獅子神とかも入れて、ああお骨を入れてた、そうそうそう、はいはい、それをこう墓の中に入ってそれを見ることができるようにやってあるし、うん、その後ろにはガンって知ってます、あ分かりますよ、あの高潮にあったんですよね、これ、そう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 、うん、我々も取材させていただきましたけど、 あれ高潮からのもの、うんね、まあ、残ってるらしいですね、ちゃんとね、簡単に言えば霊柩車ですよ、霊柩車ですね、今で言うとね、うんうん、昔はこうみんなで、昔はそうです、あざの青年会の方々が4名で担いで、うんうんうん、墓まで連れてこうね、こう遺骨をこうやると、なるほど、それもまた展示されてる、そうそうそう、なるほどね、うん、でも本当にそういうふうにその人の営みというものを、そのいわゆる歴史風俗をしっかりとこう後世に残すために、先ほど言ってた広げるという部分では、まさに子どもたちでも分かりやすいような、そうですね、これまでの過去の歴史文化をそれを知ってもらうような形の作りをされているということなんですね、あ素晴らしい、これは本当にでも行かなきゃ分からないですね、そうそうそう、先生ね、だからこれ見て、あこれ実際にじゃあちびちり川でこういうことがあったのか、じゃあこれ読谷村にあると、なるほど、じゃあそこ行ってみよう、そうですね、あそれから下久川、下久川は同じ波平の方々が避難なさったけど、はいはいはい、1000名以上の、ね、よく言われるハワイ帰りのおじさんが ね2人いて、ちゃんとこう兵隊とお話ができて、はい、このみんな生きたね、そうですね、というのがありますから、実際に足を運んで下久川までもまた行ってみるとか、ですね、そういうふうな、そこから発信していくという、なるほど、まあ、それがまあ今回のユンタンザミュージアム、先ほどね先生の方から資料もちょっと拝見しましたけれども、まさにそのユンタンザミュージアムが拠点となって、先生もね、ご挨拶の中にも書かれておりましたけれども、まあ地域の活性化、それから観光振興に加えて、ここが中核的な拠点となって、そうそうそう、どんどん読谷村のいろんな地域に、例えば、実際にじゃあモメンバル遺跡を見に行こうとか、現物を見にそこで足を運ぶ、その風土を体感するっていうか、そういうことが読谷ではできるという、そのスタート地点なんですよね、焼き物とか、ああでもな、花植えもね、まあ、そうそうそう、読谷じゃね、もういろんなのがあるんですよ、本当ですよね、だからこれがまた各あざに残っているこの文化的な踊り、継承しているようなもの、そうか、今回はなんかザキミボをなんか披露するという、私も喜納省にいましたから、喜納省でもこのザキミボをやってますよという、なるほど、ザキミの子供は喜納省に行きますので、ああそうかそうかそうか、そうですね、喜納省はここですからね、いやでもこれは素晴らしい、もうなんていうのか、読谷村のその過去の歴史とか、それからこれからの読谷村の指針みたいなものがこのミュージアムの中にこう積まれてるって感じですね。そうですそうです。これは先生が一番最初に言ってましたけど、これを子どもたちに、一人でも多くの子どもたちに見せたいと。そうです。まあ子どもたちと言わず読谷村民はね、もちろんですけどね、皆さんおじいちゃんおばあちゃんが見ても、あ、アンルやったんなとか、逆にまたおじおば、おれアンシャーランシガとかっていうのもあるかもしれないし、あるかもしれないね、これ絶対に、そうだから、そういう面もあって、いろんなその地域によってね、使い方とかが違っていたりとかあるはずですから、またそれが多様なその
なんていうんですか、その生活文化っていうものを見つけることができるわけですよね。はい、私は、うん、さっきは学校回りしたいと言ったんですけども、今度は各技の老人会長さんに会ってきて、老人の皆さんに、なるほど、ぜひこういうのをね、見てほしいということで、そうですよ。で、たくさんの人が、来てもらうと。ねえ、いや。やっぱり前にも石見村長がちょっと挨拶の中でお話ししたものを一言思い出しましたけど、お年寄りの方々の知識、その経験っていうものは、図書館一個一巻分なんだというふうにすごいこう表現をなされたのを思い出しましたけど、まさに今おっしゃっているように、各自治会の老人クラブの皆さん方、ね、お年寄りの先輩方に足を運んでいただいて、 その知恵とその今から伝えるべきこのミュージアムの中にあるものとリンクさせてね、もっともっと発展したものになっていく、それが紡ぎという、そして広げるというものに変わってくるのかなという、いやこの言葉、3つの言葉につきますね先生ね。そうですね、これですね、構想の中に、本当そう思いますね。で、まあこれ宣伝になりますけども、どうぞどうぞ、はい、長浜のこう吹き出し張る遺跡というところから、本当に珍しい長浜、ね、蝶型骨製品といって、まあ、これ、まあ、実際に見てもらえば、1階の展示場には本物を展示して、そして2階の常設展示のところには、これから多分こうやろうというふうな、うちの職員が考えてこうして、まあもちろん自分本人でやったんじゃなくて、これまでの沖縄、これがこう出たというのは、たくさんにはないらしくて、なるほどなるほど、まだ国神からは出てないという話をしてましたけども、もう一つ蝶型なんておっしゃってました？蝶型骨製品、骨製品、はい、骨の製品、骨で、これジュゴンの骨で、はい、そうなんですか、これが長浜から出土した、そうですそうです、この吹き出し割る遺跡というところですね。これどれくらい前のものなんですか、だいたい今の鑑定というんですか、これ何千年かな、これ、ね、すごい前の出てないけど、私ももうあれこれ読んでるので、でもこういうその歴史的にもすごいこう重要なものがイミタン村から出土されているということなんですね。はい、はい、ありがとうございます。さあもう本当にもうワクワクしてきますけど、時間はもう少しです、一旦コマーシャルです。
送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。もうエンディングとなりまして、もう本当に時間が、足りません。今日はこの週末ね、6月の23日、まあ異例の日ということになるわけなんですけども、この日に、グランドオープンということでございまして、うん、本当にお休み日なので、ぜひね皆さん足を運んでいただきたいというふうに思います。6月の23日、もう黒田先生、時間はもう午前9時の、そうですね、開館時間が9時から6時までですね、うんうん、ということで、まあ、その時間から最終入館は5時半としてありますけれども、はいはい、でこの日は読谷村民はもう無料と。そうです、23日、23日はね、はい、その1日だけはもうちょっと混雑するかもしれませんけど、ね、ぜひね、でも1日でも早く足を運んでいただきたいなと正直思いますけども、はい、で24日からは、この読谷村民の皆さん方、ね、お金出して、まあ、入園していただくわけなんですけども、うん、その時に村民の皆さん方にはパスポートを、ね、なんか発行されると。準備してるような、しかも年間パスポートということでございますので、1回お金払ったら1年間は無料と。先生がおっしゃったように、これはもう1日だけでは見れないから、ぜひ年間パスポート利用されてね、村民の皆さん方足を運んでいただきたいと思いますが、小中学生、小学生未満というのはもう入場無料らしいですね、村内の子どもたちは。そうです、そうです、ね、村内は。はい、で高校生以上とかは料金かかりますけども、うん、もう村内の方々は結構安い金額になっているということでございますね、うん、先生ね、うん、まあそういう意味ではぜひ学生の皆さん方も村民の皆さん方もね、足を運んでいただき、もちろん村外の皆さん方も、ね、料金的にはね、大人の方でも、高校生以上500円ということになりますから、うん、これぐらいの金額になりますから、ぜひね、読谷村の歴史文化ね、そういうものをまた体感できる、世界遺産ザキミチョアートユンタンザミュージアムに足を運んでいただきたいというふうに思いますね、うん。まあ、今日話した、以外にもね、たくさん、そうですね、もう先生たくさん今日資料持ってきてもらっていただいているんですけども、もう多分半分も話されてないんじゃないかなと思いますけど、そうですね、だから、ぜひ、うん、足を運んで、うん、この値段では買えない買い物できますので。そうですよね、はいはい、500円の、うん、本を買ってこれだけの内容があるかって言ったら絶対に、これはもう本当にもうこの金額ではとてもじゃないぐらいの価値がございますので、ぜひね皆さん足を運んでいただきたいというふうに思います。まあ、さて、もうエンディングとなりますので、先生ちょっともうここは少し一歩ちょっと引いてですね、まあ今冒頭先生もお話ししました、まあ育み、紡ぎ、そして広げるというユンタンザミュージアムの基本構想があるわけなんですけども、その広げるという部分の中で、まあ村内の中では先ほどねお伝えされたように、やっぱ子どもたち、小学校の先生方も含めて、やっぱり子どもたちに多く見てもらいたい、そしてお年寄りの方々にも、今一度そのユンタンの風土文化を子どもたちに継承する意味でも、ここで何かをまた見つけて、また伝えるきっかけにしてほしいということもお話もありましたが、まあ、そんな中でやっぱりこう読谷村も観光っていう部分にすごいこう最近こう傾聴しつつある、傾きつつあるということで、もう観光に力を入れてくる、まあ、それは清水村長がスポーツコンベンションという、一つの形を作ってきたわけなんですけれども、そのスポーツコンベンションでたくさんの方々が読谷村に来られますが、その方々本当に一人残らずって言いたいぐらいなんですけども、この読谷の場所にこのミュージアムありだということで、うん、ぜひここには足を運んでいただきたいですよね。そうですね、うん、こういうのがあって、ああ読谷にこんなのがあるのか、うん、ということで、そうそうそう、まあ、もちろん今観光する、うん、来る方々は、うんうん、焼き物、うん、非常にもう趣味のある人は焼き物を見に来るし、はいはい、ね、その辺のところからも読谷にはもう数多くの文化、うん、文物が、ね、はいはい、ありますので、うん、ぜひね、ぜひ足を運んでいただきたいということになりますが、うん、また昨今では、まあ、ホテルに宿泊されている方々も本当にこう、うん、まあ、高級リゾートっていうまではまだどうかなと思いますけども、でもそういうふうな、スタートがもう見えつつあって、例えば、もちろんそのホテル各施設がすごいこう充実してきましたし、うんうんうん、また宿泊施設専用の、場所として宇佐テラスさんがオープンしたりとか、うんうん、また来年には星野リゾートさんが、オープンするとか、そういう意味ではそのすごい富裕層の方々が、
読谷村に来られるような、形が今整えつつあると、うん、そんな中でやっぱりこの沖縄のリゾート地というと、まあ、恩納村になるわけなんで、まあ、代表的になるとね、うん、でも読谷村のリゾートっていうのもいやいや実はこの文化、うん、そしてこの歴史、うん、この読谷村の風土、ここはどこにも負けないんだろうと僕なんか思うわけなんですけど、うん、そうですね、そういうところとなんかこう先ほど先生あのご挨拶の中にも観光信仰の役割に加えっていうお話をされてました、うん、このユンタンザミュージアムが観光と関わっていくっていう一つのなんかきっかけを今回スタートするというお話かなと僕は思ったんですけど、 そうですね、うん、要するにそこからあの先ほどから言うようにこのミュージジアムに足を運んで、うん、あこんなのがあるのか、うん、こういうのがあるのかっていうのをね、うんこの間僕、偶然でしたけど、はい、観光の方がこの高倉がありますよね、うちのね、はいはい、ありますね、うん、そこで話していたんですけども、うん、あの滝見城を知ってあんまり期待してなかったけどなるほど、こっちが一番どこよりもいいと言ってました、嬉しい、 いやある方が本土から来ている方よ、うん、はいはいはい、ザキミジョウシってさほど、うん、どんなもんかなと思って来たんだけどもこんなに素晴らしいものとは思いませんでしたって、うん、別に僕は館長ですとも何も言ってない、言ってなくて、私もなんかあのなちゃごししてお気な熱いなって先生泣いたに見えないあそうだあなるほど、でもそうおっしゃってました、うん、いや嬉しいですね、でもね、うん、でもたくさんの方々が読谷村のリピーターになっていただいていることは確かですし、うん、やっぱりこのスポーツも含めてまた本当に読谷村をリゾートとして見ていただいている方、こういう拠点にして、うん読谷に来ることが本当に、楽しみなんだってあの言ってくださる皆さん方たくさんいらっしゃるわけなんですけども、うん、本当にそういう方々にまずはユンタンザミュージアムに足を運んでいただいて、で、ね、でもう一つ誇れることは、うん、はいはい、これはもううちの職員がいつも、ね草刈りしてるんですけれども、うんうん、どこのこの世界遺産見ても、うん、こんなに素晴らしく芝生でいつも綺麗にしているところは、はい、ザキミだけですねと言われたから僕はまた非常に嬉しくてですね、やっぱしあの職員はもう今日で一生懸命ですよ ね、うん、そうですね、たくさんの人にこう見てもらいたいということで、うん、はいはいはい、ミュージアムだけじゃなくてこのザキミジョウシ、うんうん、そこはもう公園ですので、そうですね、そこら辺も全部見てほしいし、うん、世界遺産ですからね、そうですね、世界の遺産なわけですからね、はい、それを多くの方々にぜひ、見ていただきたいという意味では、まあ読谷のリゾートの、出発地点と、そうですね、そうですね、ね、そういうものに、はい、なっていただければ、でそのためには4万人余りの読谷村民皆さん方がねまずは足を運ばないと、そうです、そうです、ね、ぜひよろしくお願いします、はい、ということで、もう最後先生の方からぜひよろしくお願いしますということでございますので、ぜひね、あの本当にラジオ機の皆さん方、またネットをご覧の、海外本土の皆さん方もですね、ぜひ沖縄に来られた際には読谷村に足を運んでいただいて、まずは読谷ミュージアム、我が読谷村民4万人余りが世界一人口の多い読谷村が誇る世界遺産ザキミジョウ、あとユンタンザミュージアム、6月23日オープンいたしますのでよろしくお願いしたいと思います。今日は、そのお話を、伊波館長に来ていただきました。今日はありがとうございました。いえいえ、またよろしくお願いします、はい。